スーパーマリオ 3D コレクション。どうも、ハニチマンは、たかまるかまるです。さあ、サンシャイン続きやっていきましょう。前回は、シリナビーチのカジノのとこ行って、秘密コースやったり、ボステレサやったり、あと、あちこち、ビアンコヒルズと、モンテの村の青コインを全部回収してきたんだよね。さあ、まずは、どうしようかな。じゃあ、また、秘密コースの赤コイン、集めてこっかな。こんな揃わないもんかね。このステージ何がめんどくさいって、秘密コース入るのにこれやんなきゃいけないってのがね。そう、時間かかったんだけど、あのシステムなんとかなんないかしらね。よっしゃー、これで赤コイングッドラック。あー、いきなり入ってきちまった。このタイムロスよ。あ、危ないよ。よしよし、待って、マリオ、な、今の挙動どうした。ちょっと待って、さらにタイムロスになったんだけど、なんなん今の動きは、マリオ。あ、お、これはいいタイミングじゃない。よし、オッケー。は？よし。さあ、2枚目いった。残りは、中央か。まあ、ポンプに頼れば、上の方に登れるからな。さて、残り5枚。確認 OK。よし。よし、5、6、あとここも7で、奥の方に1枚。よし、 OK。 うん、赤コイン自体は特に難しくはないんだけど、お、異様に高い。よし、ちょっと仕掛けとかね、めんどくさいんだよなこれ。大丈夫か俺。 OK。 さあ、この先は、気づけば残り10秒だった。危ね。まあこの辺でいいか。よっしゃー。へえ、まあこれでとりあえず秘密コースの赤コインも含め全ての社員をゲットしたな。さあ、一旦来ました、こちらマンマビーチのサンゴの海の赤コイン。まあ赤コインで出てるけど、今回青コインをやんなきゃいけないんだよね。ちなみにマンマビーチの青コインは残り6枚か。ちなみに今回のこのストーリー6なんだけど、サンゴの海の赤コイン、実はステージ4の誕生大砂鳥以外の青コインは全てここで回収できるらしいんだよね。なんかここにね、ヨッシーがいた、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 あそこにいるのか、ヨッシー。バナナ欲しがってんのね。了解。で、そこのモンテは何だ。サンゴ礁に赤いコインを見たやつがいるらしいぞ。だけどあの付近には海の底に引きずり込む魚がいるからな。怖っ。確かにそうだけどね。さーてと、この赤ポイ花は殺傷能力があるから気をつけていかないと。で、バナナがどこにあるかなんだよね、問題は。ドリアンはあそこにあるわけでしょ。実ってたりとかすんのかな。バナナー、海の家とかに置いてあったりとかしてるね。よしよしよし。じゃあいただきますね。いた。取れない。よし、オッケー。
さあ、よし、待って。よかった、スピード遅くてあいつ。めっちゃ追いかけてくんじゃん。はい、来ました、ヨッシー。確かヨッシー、ポイハナ食べれた気がすんだよね。さあ、逆襲じゃーい。よし、オッケー。粉砕してるもんな、これ、怖っ。しかも、これなんか、倒した後に出てくる赤、コインのね、コインのラグがひどい。で、さっきちらっと見たこれ。これはヨッシーの胃液で溶かすんだけど、そしたらこの木の芽が、砂の芽か、出て、中に青コインがあるから、それを回収すると。巨人の足。さてと、これで残りが5枚か。さっき蜂の巣見えたからな。あ、ドリアン。これ基本的にね、ピンクヨッシー、オレンジヨッシー、紫ヨッシーだから、紫ヨッシーが一番好きなんだよね。さあ。今回も食べるぜ、ヨッシー。さあ、来るか？よしよし。はい、いただきまーす。なんか思ったより少なかったな。さて、これで蜂の巣の青コインも全部いった。あと他になかったっけ？あのポイ花、怪しいな。よいしょ。あ、ないか。青コイン飛んなか、出なかったっけ、こいつ。もう取っちゃったんかな？あと、この上は？あー、眩しい。青コイン取ったね、これは。じゃあ、あと5枚はどこにあるんだろうな。よいしょ。ここは普通の隠し社員か。普通の隠し社員って何なんだよ。隠して時点で普通じゃないし。なんかこの辺りなかったっけ？時折、こん中、これは？あ、これは普通に。砂の目か。なんかどっかで青コイン出るやつなかった気がす、なかったっけ？あったあった、これ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 か。よーし、めっちゃ飛ぶね、この青コイン。さてと、これで残り3枚か。さっきのああいう風みたいにね、砂浜の社員の形をしたやつ、あれのやつが他にも合うらしいんだよね。バシッと落とすれば、それがそこにある。あったあった、これ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 。よし、オッケー。まだいたな、ポイ花。食べる。あと、ここ、海の家2号店。この上に、お化けスイカの時に、粉砕したミキサー。この中にね、フルーツを入れると出てくるらしいんだよね。これ出てきた。これ、ちょっと難しいよな。まあ、俺、光客がっつり見てんだけど、普通にやってて、これできた人ってすごいと思うわ。だってお化けスイカ以外に使うとこはあそこないもんね。あと他になかったっけ？あと1枚でしょ？あと1枚？あと1枚だ。あと1枚。海の中の青コインは多分全部取ったと思うんだけどな。やっぱ砂や浜のところにありそうな気がするんだけどな。そこらあたりにヨッシーの胃液をぶちまけるっていうね、迷惑極まりない方法で。あー、あった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 。これ取ってなかったのか。うーわー、ステージ6あちこち探したけど全然なくて、でもしかしたらと思ってこの誕生オースなどに来たんだけど、これか。あー、よかった。さーて、これで200枚目か。記念すべき200枚目の青コインがこの誕生大砂鳥っていうのはなんか感慨深いな。まあ、これで、マンマビーチの青コインをすべてゲットだな。あー、疲れた。よし、じゃあステージ戻ろう。
さあ、お次来ました、ピンナパーク。こちらはね、現在27枚目の青コインをゲット。だから残り3枚なんだよね。さて、とりあえず現在こちら来てんのはストーリーの6、ヨッシーゴーランドの秘密。ここはね、30枚のうち24枚の青コインをゲットすることができるらしいんだよね。で、とりあえずヨッシーを孵化させるんだけど、欲しがってんのは、とりあえずここの上、この蓄能、この蓄能を切り離して、ちょっと危ねえなお前で、ヨッシーに食べさせるんだよな。よし、食べろー。よし、さて、まあ怪しいのと言ったら青い鳥とかだよな。青い鳥とか食べさせたっけな。とりあえず邪魔なこいつらは倒して、あー、青い鳥は倒したけど食べたっぽいね。じゃあ他にはどこら辺だろう。あ、そういえばなんか変なやついたな、変なやつ。ここら辺、こいつの青コインはゲットしたかな。上から立て続けに落としていくわけなんだけどもなんかブロックに変わったんだけど、倒したか。あとはなんかこういうとことかには、あったこの落書き。よし、オッケー。さあ、201枚目の青コイン。さあ、残りは、あとは、2枚か。これぐらいのヨッシー、これぐらいの水はヨッシー大丈夫なんだよね。じゃあ、とりあえず紫にして、双子落書きを取ったかな？取った記憶があるんだけど、ああ、取ったね。ここの双子落書き。まあ、もう取ったから。あと、この辺とかは、青コイン、この上の落書きも消したよな。よしよし。じゃあどこにあんだ、あとは。この観覧車の上の双子落書きも取ったもんな。暴走観覧車のついでにやったから。ちょっと、乗せて。乗る場所が違うっていうね。ここの落書きも倒したつが取ったな。じゃあ他には、あった、よいしょー。あ、もう踏ん張り終わってた。あ、助かったー。この上か、この上か、いけるかな。よいしょ、あ、いけそう。頑張ればいけそう。よいしょ、さあ、よーし。さあ、残り1枚だよな、あとは。よしよし。さあ、どうだ？この上とかには、ないかな。とりあえず、あそこ。とりあえず、こっちに移動して、こっち側を見てみよう。ここの青コインはないか。あと1枚がちょっと厄介。あ、もしかすると。こことか。これ何なんだろう、ほんと。ちらーっと映れば青コインがある証拠なんだけど、ないね。ない。ここにはないか。じゃあどこにあるんだろうな。あ、やべ、ヨッシーの家、ちょっと。胃液がなくなってきてる。ドリアンどこだっけ？向こうか。あー、いた。この青い蝶は。青い蝶。青い蝶。よっしゃー、来たー。これでピンナパークも30枚全部集めたな。よし。さあ、じゃあとりあえず、このストーリーで終わりにしようかな。ストーリー6、シレナビーチで大掃除。あー、これ確か厄介なやつだった気がするんだけど。だからなんでお前は大丈夫なんだ、ビリビリに。実はこれね、テレサーの形になってんだよな。よ、
大変なんですよ、マリオさん。ご覧の通り、またビリビリの落書きです。ということで、よろしくお願いします、マリオさん。なぜってあなたしかポンポン持ってないじゃありませんか。いや、水かけりゃいいじゃん。時間は3分ですよ。よーい、はじめ。なんで制限時間あるんだよ。これ、毎回思うんだよね。くそ。こっちは、ボランティアでやってるってのに。これ、思ったよりもそこまでね、余裕があるわけじゃないからな。しかも結構シビアなんだよね。ちょっとの水じゃない汚れがあるからあるだけでもね、こういうのとかね、意外と厳しいんだよな、あの支配人。あの支配人あんま好きじゃないんだよね。まあほとんどの影響がね、あのスーパーマリオくんって漫画からなんだけど、あそこはね やたらとねコイン請求しまくるからね、うまいことね、樽を使うのもいいんだけど、この辺落ちてないもんだ、樽。あった、樽。じゃあこれをうまいこと、あそこら辺に、よいしょー。あ。いや、でもちょっといけるか。この辺、よいしょー。樽をぶちまけるだけでもね、結構その辺の水は、水じゃない、汚れはね、消えることできるから。あとは、1分45秒か。何度かなりそうだけどな。しっかりと。砂浜の方はね、まあ、見渡しがいいから、汚れの、見落としとかなさそうなんだけど、ここら辺とかちょっと厄介だよな。あ、なんか青コイン出てきた。青コインはまあ消えないと思うから、まあ、ほっといていいや。ここら辺とか、しっかりと、消してこないとな。もう少しで1分切るぞ。これ、タイムアタックやってる人いるらしいけど、ギャー！一番早くてどれぐらいまで残せるんだろうね。俺、あんまりタイムアタックってそこまでしっかりやんないからな。マリオパーティーのニューレコードとかさ、マリオカートの、レースとかも。あと45秒か。あとこの砂浜あたりだよな。多分。あ、こういうとこもしっかりと消しておかないと。さあ、これで終わりかな？このあたりで。さあ、残り30秒切った。まだ残ってるけどいいの？食らうよな。いいんだ、これで。てっきり全部消さなきゃいけないのかなと思ったんだけど、あれぐらいな、見逃してくれるんだ。厳しいのか優しいのかわかんないな。ありがとうございます。助かりました。あ、アザース。青コインは嬉しい。アザース。よし。ありがとうございます。助かりました。ありがとう。こっちこそありがとう、青コイン。あとお前だな。おーい。よし。助かりました。ありがとうございます。助かりました。いやいや、素晴らしい。さすが、まさかこんな簡単にできてしまうとは。お見事です、マリオさん。なんでお前が社員持ってんだよ。ありがとうございました。よーし。まあ、これでとりあえず、シネゲットかな。